皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日は串谷の冬用のジャケットの中でもクラシカルなバイクとか、あとカフェレーサーとかにもめちゃくちゃ似合うこの2着をご紹介しようと思うんですけども、画面左側がウィンターアーカナリブブルゾン、画面右側がウィンターアーカナジャケットというもので、どちらもこのアーカナのシリーズではあるんですけども、まあ、今見ていただいている通りですね、丈感そしてこのフィット感がですねかなり違います。まあ、それぞれですねタイト気味に着た方がいいデザインであったり、ちょっとゆとり持たせた方が大人っぽくなったりというところがデザインにあると思うんですね。まあ、そんなシルエットの違いが出ています。でただこの丈の長さっていうのがですね、まあ、後ほど後ろ姿見ていただきますが、ご覧のようにこれリブブルゾン、ちょっと僕の着方が悪かったですね、背中側からインナーがですね出てきてしまいました。でこの付属のインナージャケット、今僕がこの画面単体で着てるやつですね、他のジャケットと実はデザインが異なっているので、これもちょっと後ほどご紹介したいと思います。まあ、どちらも渋めのバイクに組み合わせることでかなりこうファッションライクな着方をすることができるんですけども、生地そのものは防風防寒防水透湿の生地になっているので、ちょっとした雨ならば問題ないかなと思います。ただリブブルゾンの方に関しては名前の通りリブの部分があるので、まあ、雨の日は避けたい気分ですよね。ここはどうしても水が染みてしまうんじゃないかなというふうに思います。僕はこれ晴れの日スペシャルというふうな使い方をしています。でこの後後ろ姿見ていただく際に、じゃあ乗っているバイクが例えばクラシカルなものの中でもある程度の前傾姿勢をとっているのであれば、ハンドルが遠いのであれば、やっぱりこの背中の丈の短さっていうのがちょっと気になる部分が出てくるので、上半身を起こして着られるのか、あるいはこうバイクの上で全身をこうちょっと前に前傾気味に倒していくスタイルでも、まあまあ背中側なんとかなるかなっていう方はですね、リブブルゾンを積極的に選んでいただいた方がかっこいいのかなって気もしますけども、アーカナジャケットも捨てがたい。アーカナシリーズに付属するこのインナージャケットなんですけども、他のスポーティーなモデルとは全然デザインが違くて、この襟元が特に違います。ここがこういったクラシカルな、まあ、ブラウンのコーデュロイ生地になっていて、この脇の部分ですね、まあ、こういったまたラインが仕上げとして入っています。もう一つスポーティーな方はですね、このベースのカラー自体ももっとシルバーになってるんですが、こちらはブラックです。というわけでここからは補足とあとインナーの違いなんですけども、これがですね先日ご紹介したアメニタとかキマイラについてくる方なんですけども、今ちょっとこう直射日光に結構近い状態っていうのもあってですね、これだけの差がはっきり出てるんですけども、まあこのグレーに対してのブラックというところですよね。で今ですね、ちょっと皆さんどういった画面で見てるかあれなんですけども、まあ、iPad とか iPhone とか Mac とか、まあ、Apple の画面で見ていると、僕が撮った色と僕が見えている色というのはかなり近しいんじゃないかと思うんですけども、まあ、実はですね結構これぐらいの大きな差があるんですね。でこっちのですね、まあ、今回ご紹介しているこのアーカナのシリーズについては、例えばこの腕の外側と腕のこの内側、要はここって体の中でこう歩いてる擦れる部分ですね、ジャケット脱いでこのインナーだけで使った時にこういった擦れ部分については生地を切り返して変えているので、まあ、そういった意味でも耐久性持ちっていうところはもちろん考えられていますね。でその他スポーツ系ジャケットについても、外側がグレーに対して内側は黒くなっていて、やっぱ生地が切り返しになっているというこんな特徴があります。でこの首元が、さっきはこのブラウンのコーデュロイというのを見ていただいたんですけども、まあ、その他スポーツタイプのこの串谷のラインが入っているこっちの方がおなじみの印象じゃないですかね。実はまあこういう風に結構違うんですね。で、まあ、あとこれどっちも共通してますけども、ここの首元にですねこの白と赤のテープが入ってますよね。これ消臭で、汗とかの匂いですかね、特にっていうものをですね、これまあ、消してくれるものなので、ここ特に汗かきやすい部分なので、カバンの中に入れているとですね、スポーツバッグでこれが本当にタグにちょっとついてるだけでもスポーツバッグの中が臭くなりにくいとか、そういった特性のものを持ってて、実はこういった機能もあるんですね。であと、まあ、共通の機能で言うとですね、この袖先、もう一個の方が分かりやすい、失礼しました。この袖先にこんな赤と黒のテープついてますよね。これはですねこっちのアーカナでも共通です。これ何かというと、串谷コネクションというもので、外すとジャケット側の袖の内側にループがついていて、そこにこれを留めることができるんですね。であとこの首の後ろも固定できるんですけども、こちらですね、これを使うことでアウターとインナーをそれぞれ一着のものとして接続することができるんです。なので一気にまとめて脱ぎたい人、インナーはインナーでこれ単体でも使うよ、僕そうなんですけど、そういう人はですねこれ接続しない方が便利です。ですから接続するのかしないのかで使い勝手によって対応できるし、使い方を選べるといったところですね。でこのインナーって本当にこれ単体でめちゃくちゃ便利なんですね。
これ僕長年気に入ってですね言い続けてきてるんですけども、これまあ1枚で着られるぐらいなデザインになっているということと、そしてこれの暖かさがとにかく半端ないんですね。で、クシタニの冬物ウィンタージャケットっていうのは他メーカーと比べた時に圧倒的なチートをしているのがですね、まずアウターの生地の、防風防水透湿の、まあ、フィルムが中にいるんですけども、それの性能が非常に高い、かつそこの間に、まあ、そういったレイヤーを作っていて重ねていくんですけども、その状態で要は着膨れしに厚くなっちゃっていない、すごくアウターの生地自体は薄いのに冬必要な性能を全部兼ね備えている防水防風透湿、まあ、防寒もちろんですけども、でそういったものを対応できるフィルムそのものが薄くてこう伸びてくれるんですね。なので単純に、他メーカーのジャケットを着ると伸びないので突っ張って体が動かなくて結果的に疲れる。例えばこの状態バックパック背負う脱ぐヘルメットを脱ぎかぶりって、ここ肩ってこうやって大きく動かしますよね。その時にどれだけ楽に動けるかっていうのはバイクの上の動きやすさ、これ直結してくるわけですね。そういった動きやすさっていうのは生地そのものの高性能さ高機能さっていうので、成立しているんですね。でそしてこのインナーそのものもですね、アロフトシリーズになるとリアルダウンを使うんですけども、こっちのスポーティーなものそしてアーカーナシリーズについては人工的なダウンに似せて作ったもの、そういったものを生地使ってるんですけども、中の中綿の構造ですね。で人工物のが単純にあったかいです。暑いは人によって出てきます。であまりに暑くて蒸れる人は、リアルフェザーの方が透湿性に優れている部分があるので、僕はアロフトのインナーとその他ジャケットのインナーをその時の季節に応じてこう交換庫して入れ替えたりもします。でもっとこれを薄くしたかったらホワイトグースダウンでもまた別売りのもっと薄手のものがあるので、それを使うという点も非常に面白いかなと思います。で今空張りを見ていただいているんですけども、悩ましいですよね。これ皆さんどういう作戦でいきますか。ショート丈で着た時のですね、まあ、この青っぽい色と黒っぽい色、これまた印象全然違うと思うんですよね。ショート丈だったらブルーにした方が、まあ、ブルゾン感が出てきて楽しいんじゃないんですかね。でちょっとこの緑丈ロングの方になってくるとですね、この緑の方がかなり象徴的な色をしているので、もうこれ一発でその日の印象というか、もうキャラクター付けをできるということはかなり強いと思うんですね。だからご自身の好みやあるいは乗ってるバイクともうマッチングがいいんだったら、この緑はとにかくいいですよね。ただもしこれが極端にもう全然反対色とかバイクと合わないのであれば、反対色をぶつけに行くコーディネートを楽しむのか、あるいはこれもまあ抑えのブラックにしておとなしくするのかってところだと思うんですけども、ただいずれのこのブラックも潰しのこういうペタッとした黒じゃないんですね。これ自体もあの生地感糸感が見える立体的な黒になってるんですけども、これ木彫リップストップだったかな、木彫ダイヤ柄リップというですね、まあ、生地になっていて、まあ、これがですねその糸を編み込んでいってるかのような、要はテロンってしたプリント一色とか染色全部それだけで済ませましたって感じじゃなくて、この折り感が生地そのものにあるんですね。それが圧倒的な高級感が出てくるんですね。でそうではなくて、例えばそうですね、先日紹介したアメニタジャケット、あれは単純に生地がもっと薄くて、まあ、マウンテンパーカー調のアウトドアテイストの生地なんですけれども、あれ自体もですねテロンっていう塗装ではないんですね。ぜひこれお店でですね手に取ってみて、どういう生地を使っているのかぜひ見てみてください。まあ、いろんなブランド、いろんな洋服と比べた時にですね、バイク用とかスポーツ用に限らずね、できればもうファッションブランドと比べた方が生地の高級感っていうのは、二輪製品というのは特に際立ちますね。やっぱりこうスポーツ用途な生地っていうのはいろんな性能が必要とされてくるから、もちろん高機能素材になるんですけど、じゃあそれがスポーツ用品って、じゃあスポーティーなデザイン一辺倒でいいのかって、そうではなくて、そこにある程度の大人ならではのクラス感やそれ格みたいなものも欲しいですし、ファッションが単純になんかこう幼くならないように、やっぱりこういった、まあ、高級感ステータス感って必要になってくると思うんですよね。そういったものがどのジャケットにも入ってるんですけども、その中でも特にこのウィンターアーカナリブブルゾンとウィンターアーカナジャケットの2着は、まあ、そういった、アダルトな感じというのがかなり強い、ジャケットではないでしょうか。これをあえて街乗りで乗っているスーパースポーツみたいなとんがった、まあ、競技っぽいバイクに組み合わせて、おしゃれに乗る、おしゃれに着るっていうのが僕はレベル高くて面白いかなと思うので、例えば肩にインジェクションパッドがすげえ派手なもの入っているというのも様式美ですごくかっこいいんですけども、それはそれとして一つコーディネートの手法として持っておいて、また別腹的なもうちょっとその行った先を気を使うとかあれば、こういったスタイルのものもワードローブの中に入れておくとめちゃくちゃ便利になりますので、よかったら手に取って見てみてください。